リーダーとしてチームを引っ張っていけたらなと思っています。昨年の悔しい思いを胸に優勝を目指します。と誇りを持って頑張りたいと思っています。チームの勝利に少しでも貢献できるように、頑張っていきたいと思っています。ミスがないよう精一杯頑張りたいと思います。ミスにつながらないように全体を見渡しながら、サポートしていきたいと思います。ノートラブルを目指しベストを尽くしたいと思います。電気的なトラブルを起こすことなく安全に最後まで走行できればいいと思っています。最後まで走り切ることです。あと佐藤さんのご飯が楽しみです。自信を持った僕がいるということを期待してこの大会頑張ります。レース中無事に走り切らせるというものです。来年の大会につながるようしっかりと学んでいきたいと思います。チームメンバーの活躍、世界により多く発信できるように頑張りたいと思います。皆さんが活躍してくれたことを一つでも多く外部への発信することだと思っています。チームの勝利に貢献したいと思います。